今 <laughs> 立国者共同会派にまりまのでございます、えー、とあの先週の金曜日にあの参議院予算委員会がありまして、えー、桜の会の,話,の話題になっておりましたけれども、まあ、その後、いろいろな方の,の、えー、SNS とか、いろんなものを,ことを見ておりましたらあの、頻繁によく出てこられる方が片山さつきさんなんですね、はい、前の地方担当大臣でございます。 えー、例えば、えー、2014年の4月12日には、朝8時半から講演会や日頃お世話になっている皆さんと、新宿御苑の桜を見る会、例年よりも参加者が多く、名刺が800枚なくなりましたとか、いろいろあの更新をされておられますので、えー、前大臣のことにも関わりますので、えー、この点から今日まず聞かせていただきたいというふうに思います。あのまあ、今もお話し,した通りです、ね 本当にいろんな方が講演会の方と写真を撮ってアップしておられますけれど、あの北村大臣はこの桜の会に支援者の皆さんと参加されたことはありますか。北村国務大臣。お答えをします。桜を見る会につきましては、各会における功績や功労のあった方々を、 各省庁からの意見等を踏まえて幅広く招待なされてておおると聞いております招待者につきましては、内閣官房および内閣府の担当部局において、最終的に取りまとめているものと承知しておりますが、その上で、個々の招待者については、まあ、招待されたかどうかを含め、個人に関する情報であるため、従来から、 回答は差し控えさせていただいいいてておおると聞いておりますいずれにしても、桜を見る会につきましては、昭和27年以来、内閣総理大臣が各会において、功績、ご功労のあった方々をお招きし、日頃のご朗報をねぎらっておられるというふうに聞いております。私自身が参加したかどうかのことについては、よく記憶にありませんが、私はまだ参加したことがないんじゃないかなというふうに思います。 案内をいただいたかどうかも記憶にありませんので、あしからずこれから調査をさせることといたしますが、終わります委員長今井和人君、はい、大臣の方からあの自分ご自分を調査なさるということですから、まあ、その結果をあのまた委員会の方にご報告いただきたいと思います委員長、委員長あの、はい、ご報告をいただきたいと思います。はい、はい あのまたあ追って、あの機会を見て、理事会の方でもい今井君、はいで今日官房の方いらっしゃ,っていらっしゃると思いますもう一回確認したいんですけど、参加者は、えー、どういうふうに選定をされますか、まあ、今もう大臣も少し説明されましたが、ちょっと簡潔にもう一度お願いしたいと思います。大、えー、大塚大臣官房長 お答えをいたします桜を見る会の参加者につきましては、その各会におきまして、公正非公論だった方々を、各省庁からの意見等を踏まえ、幅広く招待してございまして、内閣官房や内閣府におきまして、最終的に取りまとめているものでございます委員長。今井正人君。そうすると、各省庁で選んで、内閣官房のほうに取りまとめをして、官房としてはその省庁から、 あまあ、推薦があった人は、基本的にそれでよしとするという、こういう手続きでしょうか大塚大臣官房長あの。繰り返しになりますが、各省庁との意見を踏まえて、うんえー、その上で内閣官房内閣府を見て取りまとめているところでございます委員長今井和里君えっと昨日のレクではです、ね、町長の皆さんが、あの官房のあ総務官の方がですね、 総務課としては、えー、各省から出てきているものが、ダブりがないだけかをチェックして、それ以上はチェックしませんとおっしゃってましたけど、それで間違いないですか大塚大臣官房長。あの各省庁からの意見等を踏まえて、取りまとめているところでございます今井正人君えーと。じゃあ、きのの説明は間違っておられる。そあの そちらで取りまとめをした後、選別をされるという手続きをされるんですか、うん、されないんですか。大大塚大臣官房長。公責 <laughs> <の>・公論につきましては、各省でだけの踏まえて、取りまとめでいるということでございます。今井正人君。いや、ちょっとあの答えていただいてないんですけれどあのそちら、上がってきたものを、意見を踏まえて、 そちらでふるい分けをされるんですか、それともそのままあの参加を認められるんですか、どちらですか大塚大臣官房長あの。そのままということはございません、私どの取りまとめている以上は、そこで、えー、取りまとめ参与を行っているところでございます今井雅人君えとあの。各省庁から上がってくるということですけど、各省庁から上がってくる段階で、 それぞれの政党とか、あるいは議員の皆さんから推薦がいって、そこから各省庁から推薦が来るという可能性はあるかどうか、ご存知ですか大塚大臣官房長。ちょっとその今のお話の可能性ということが、ちょっと正直よく分かりかねるところがございますが、いずれにいたしましても、各省庁の意見を踏まえて、 私どもで、ね、取りまとめているということでございます今井正人君。質問を変えますが、各省庁で取りまとめをするときに、えー、議員の方からの推薦、えー、こういうものを考慮されますか。大塚大臣官房長。私どもといたしましては、その各省庁からいただいた意見等を踏まえて、あくまでも取りまとめているものでございます。 今井雅人君お答えいただけないので、これ、各省にちょっとヒアリングをして結果を教えていただけませんか。大,塚大臣官房長あのいずれにいたしましても、私どもは各省庁からの意見を踏まえ、必要な意見はそこでいただいた上えで、取りまとめを行っているところでございます。 今井和人君全く答えていただいてないんですけど、もう一度質問します、同じ質問を。私の質問は、それぞれの省庁から上がってくる際、その省庁が、えー、議員からの推薦を、えー、選定にあたって考慮しているかどうかを調べていただけないでしょうか。大大塚大臣官房長 あの私どもはあくまでもその功績功労のあった方々を幅広く招待をするという観点から、あの一連の情報等をいただき、意見等も伺っているところでございますので、あの私どもがあのこれまでの,その桜を見る会の招待選定に当たりましてあの、そういった意見等で、私どもとしては十分であると考えているところでございます。<laughs> 今井和君 全くお答えいただけないんですが、じゃあ、また質問を変えますが、えー、省庁から推薦をするときに、えー、議員からの推薦を考慮には入れていないと、断言できますか。大大塚大臣官房長 あの今、お尋ねのような観点をあの逐一確認しているわけではございません、あくまでも、えー、全体の意見等を踏まえた上で、取りまとめているところでございます委員長。今井正人君、はい。あのー、ちょっとじゃあ、一つ紹介したいと思うんですけれどもね、これはあ,のあるクラブの開放誌に出ている機構、えー、です。 抜粋しててみまますすけれどお、まあ、お名前伏せきますが、えー、安倍総理と桜を見る会に行って安倍総理の講演会、事務所そのような経緯を通してでないと出席はできないそうで今回お誘いがあったのでチャンスとばかりに出席を決めました、えー、12日ホテルニューオータニで前夜祭会場は1000人以上可能な 会場で参加人数は850人ぐらいだったそうですが、ものものしい総理の SP が印象的でした、翌日はニューオータニにて7時集合、バス17台にて出発、新宿御苑は一般客は10時,10時半まで入場禁止で、私たちのバスは着いた順から記念撮影、撮影が終わればあとは自由行動で中をぶらぶらし,しつつ、 テントの前でたくさん並んでいる人が来、安倍事務所に紹介をしてもらって参加しているとこの方はおっしゃっています、こういうことはありえないんでしょうか。大大塚大臣官房長 あの今あのご紹介になりました方がちょっと具体的にどういう方であるのかあのちょっと承知してございませんがまああのいずれにいたしましても、えー、各省庁とろが意見等を踏まえ幅広く招待をしているということを、内閣官房内閣府において最終的に取りまとめているということでございます。今井正人君、あのもうすみません私とても単純な質問をしているんですね。それぞれの省庁で、えー、推薦者を招待者を決めるにあたって。 議員の意見、議員の推薦などを考慮していますか、していませんか、それだけの話です、イエスかノーかでもお答えくだ以上、大塚大臣官房長。その各省庁の具体的なその選定の途中での。 プロセスをつなめるわけには承知しておりませんが、あのー、具体的にそこがどうなっているかということにつきましては、私ども承知をしておりません。いずれにいたしましても、えー、厚生厚労についてご意見とお聞きし、えー、私どもの方で取りまとめているということでございます委員長今井正人君、皆さんは取りまとめをする責任者ですから、それぞれの省庁でどういう選定をしているかを把握する必要は私はあると思います。ね で今、把握をされてないということですから、それはしっかり各省庁にまず調査をして、報告をしてくだ細、はい、大塚大臣官房長。 ええ、厚生厚労につきましては、私ども,もこれまで、あの意見等を各省庁から、あのいただき。それを踏まえて、取りまとめているところでございまして、まあ、今後も、あの同様の形で。その選定を進めていきたいと考えております。ますもこんだけ聞いてるとこ、だいちょっと困りますよ、これ。ちょっと、もう一回だけ聞きますね。はい、今井正人君。すいません、あの、私はイエスかノーかを聞いてるんです。 その調査をしていただける、し,しないならしないでいいですよ、そういう態度ならそれでも、調査をして報告していただけますか、大塚大臣官房長。 あのこれまでのように、その公正・厚労を幅広く意見を聞きするという形で、私どもとしては適正に実施していると考えてございまして、今、議員申し出のようなあの調査につきましては、今時点では私どもは、そういったことを行うか考えはございません。井君、今井正人君。<laughs> みんな集まっているとかって、そのいろんなところでアップして写真まで撮られている、参加された方がここまで書かれておられる、にもかかわらず、調査をするつもりはないってことですか、もう一度お答えください大塚大臣官房長。あの各会におきまして、功績をこられた方々を、 私どもとしては、そうした各所の意見も踏まえて招待をしているという、そのプロセスについては適正だと考えております、その上で私どもで取りまとめているものでございまして、そうした取りまとめの過程におきましては、私どもとしては、これまでのやり方で引き続き行ってまいりたいと考えているところでございます。今今井正人君適切かかどううとということは今その 例えば議員の推薦とかそういうところがあるかどうかを、知らないっておっしゃったじゃないですか、知らないのになぜ適切って分かるんです、そんないいかげなこと言わないでくださいよ。すべてを知ってて適切であるとおっしゃるなら、私は分かります、しかしそこは知らないとおっしゃってて適切っていうのは、それは不誠実ですよ、調べてください大塚大臣官房長。 えー、桜見る会は、その功績功労のあった方々をあのご招待するたいう基本でございまして、そのまあ功績功労については、各省庁においてそれで調べていただき、また私どもも意見等を聴取してございまして、あのー、その点でおいて、えー、その選定プロセスにわれわれは問題ないものと考えております。平井人君ですすからね功労のののああるるる方をお呼びいいう要項にに書いてあるのに 講演会の皆さんをいっぱい呼んで,です、ね、写真撮って、にこにこしているのをいろいろルーフされているわけですよ、しかも私がさっき読んだように、気候にまで書かれている、だからそこに疑義があるから調べてくださいってお願いしてるんじゃないですか。そういうのを私は今、お示しして、事実関係を調べていただきたいというのに、どうしてそんなにかたくなに拒否するんです、何かまずいことがあるんですか調べてください、もう一度お願いします。 大大塚大臣官房長1点目は繰り返しになりますが、そのやはり功績功労については私ども、 あの各省庁から必要なご意見等を頂戴していいいるととうことでございますまたさらにその申し上げますと、結局はその個々の,あの招待者がどうであったかということに行き着くわけでございますが、そこにつきましては、もうあの招待者名簿、これはもうあの私ども1年未満の文書と位置づけて、すでにもうあの会の終了後、速やかに廃棄をしてございます。まあ、そういった点からもその まあ仮に調べるとしても、事実上、今としてはその調べることはできないということでございます今井人君あのですね、昨日実は毎年、えー、この会に参加されているマスコミの方とお話ししたんですけど、毎年、会の前に、内閣官房から電話があるそうです、あの参加、去年のリストを見ながら、去年のリストのままでよろしいですかねって言って。 障害があるんですって、あるじゃないですか、本当に全部廃棄してるんですか。大塚大臣官房長。 あの私どもその、まさしく内閣府内閣官房として取りまとめの任意に当たったわけでございますが、あの私どもの方でそで保管した、作成したその招待者名簿につきましては、先ほどお答えいたしましたとおり、あの保存期間1年未満の文書と位置づけておりまして、会の終了後、遅滞なく、ただあの速やかに廃棄をしているところでございます。今井正人君、えー。じゃあ、逆にお伺いしますが。 えと皆さんが取りまとめしたものは、もうそのあと使わないということで捨てられ、廃棄されているということだと思いますが、それぞれの決めた省庁のところにはそらく残っていると思うんです、それは残っている可能性ありますね大塚大臣官房長あの。その点につきましては、現状どうなっているか、ちょっと今、ご説明できるだけのちょっと情報を持ち合わせてございません。失礼します 今井雅人君ですから、それも合わせて調べて報告してくださいいいですか、大塚大臣官房長。あの各省の,そのいわばあの推薦する側としての,その情報の,あの保管状況等につきましてはあの、確認をさせていただきたいと思います。はい、今井雅人君 えっと委員長じゃあ,あの、今の点と、先ほどはあのあなかなかうんって言っていただかなかったんですけれども、各省庁でどういう選定をしているか、えー、そのこともぜひ調べて、この委員会に報告をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします委員会に報告するかどうか、理事会で協議します。委員長,委員長、はい、今井政君 それであの本日ですね、まあ、SNS でいろんなところで拡散されてますが、まあ、ちょっとこれはあのえお見せすることできないんで、後で SNS でいろいろ見ていただければいいですけど、これ、バスの、えー、大型バスの写真がいっぱい出回ってまして、えー、そこのところのところに、えー、桜を見る会、安倍晋三後援会とあります。これが17台並んでたと で昨日私あの、参加してい,るいらっしゃった方の話をちょっと、えー、耳にしたんですけれども、えー、安倍晋三後援会のバスがものすごい数で並んでて、それがもう本当にじじゃ渋滞を招いてしまってです、ね、大変困ったんだっていう話をされておられましたけれどもあの、桜を見る会っていうのは、こういう大型バスを中にまでこうやってずっと入れて、えー、あの参加者の方をずっと入れられるわけですか。 大塚大臣官房長。お答えいたします。あのこの桜を見る会、あの。参加者の方々に対しましては、一応その公共交通機関を利用して、お越しいただくということを基本としてございまして。あの、例えば乗用車での来園はご連用いただくよう、あの、そうから呼びかけをしているところでございます。まあ、あの、それは、その上で、まあ、これまでの運用の中で、まあ、そのまとまってきていただくことが。 受付等の効率的な対応等からその適当であるという場合には、あのバスによる入園を認めているケースもあるところでございます今井正人君。そういうことですねあの、中に入っていくシーンの写真もありますから、えー、多分バスのに入っていってるんでしょうけど、明らかにここ、安倍晋三後援会という名前が書いてあります。 で許可をされているわけですから、そのことも多分ご存じだと思うんですけど、これは,これは調べることは可能ですね大塚大臣官房長。 あの具体的にまあどういったそのケースにおいて認めているか、それはやはりその具体的に入園方法の実態の詳細になりますし、言ってみれば、セキュリティにも関することでございますので、のその点につきましては、回答を差し控えさせていただきたいと思います。今今井人君いいやいやあのですね今あのバスであの あの状況によってはバスでそのまま許可をして入れられる方もあるっていうご答弁なさったので、もうそのことすでにお話しされてるじゃないですか、ですから聞いてるんです、伺ってるんです。じゃあ、このえ安倍晋三後援会というバスは、許可をされて中に入ったんですよね、入ったかどうかを調べてもらえませんかということです大塚大臣官房長。 お答えいたしますあの繰り返しになりますが、そのどういった方々がそのこのバスで入園されているか、あるいはその入園方法といったようなことにつきましては、やはりこれはその入場のセキュリティに関わることでございますので、あの申し訳ありませんが、回答を差し控えさせていただきたいと考えております委員長今井正人君。本当にゼロ回答でね、あのまあ、いずれまた明らかになっていくと思うんですけれども、あの 各皆さんのこのアップしてるやつをずっと見て、今日また見ていましたら、相当な数が削除されておりまして、えー、国会議員の方でも、安倍晋三後援会懇親会に出てたっていうやつを削除してやるかと思われます。えー、どうして削除するんですね、まあ、これ、隠蔽と思われがないんですよで。名簿もない、本当にないんですか でこうやって質疑しても何も答えていただけない、もう疑惑はどん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 大きくなりますよ、まあ、こういうの早く視力を先つけて、新しいテーマに議論した方がいいと思うので、これ、明らかにすべてしてください、まあ、調査を含めてお願いしますね。 出の件が出ておりましたけれどもそこに資料ず支出の,の方をお伺いしたいんですけれども、支出が平成26年から31年にかけてどん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 増えていっておられますけれども、えー、とこのことに対してです、ね、菅官房長官もそうですし、皆さんの説明もそうなんですけれども、テロ対策、 混雑解消のための措置などを改善点を反映させているものであるというふうにおっしゃっておられますが、それだけですか。大大塚大臣官房長あのお答えいたします、あの今、委員あの、配られているこの支出額の推移をご覧いただきましても、 あの例えば飲食物、それから案内状、消耗品、備品等々も、えー、一定の増加を示してございますので、あのそこはあの例示として掲げたもの以外でも、あの額の増加があの見られるのはそのとおりでございます今井和人君。えっとそ今あの誠実な答弁いたただきましたということは、この飲食物提供が増えているということは、参加人数が増えた。 ことが原因ということでよろしいですね。大塚大臣官房長。お答えいたします。あの飲食物につきましては、あの毎回大体その提供品目ですとか。 その数量の見直しを行ってきているところでございますが、一つ一つの見直しの理由の厳密なその分析を行っているわけではございませんが、基本的にはその毎年の提供物に対するまあ,ある意味、人気度合いと申しましょうか、比較的早い時間にこうなくなるとか、あるとなかなかそうではないものと、そういったことを踏まえながら、 あの基本、そういうことを基本的視点として見直しを行っているというところでございまして。その単純にその参加数が増えたからというそこだけで。そこだけに着目した数量の見直しというものは行ってきておりません。委員長今井和人君。えっと、それはそうかもしれませんが、あの人数が増えたことも原因の一つですね。小塚大臣官房長。 あのその厳密な分析を行っているわけでございませんので、なかなかちょっとこ正確なことを申し訳にくい部分はございますが、あの当然、ある程度その数を増やすといったようなときに、その全体の,その数の推移みたいな点もその考慮している面は確かにあろうかと思います。今井和人君 はいそこは明確にしていただきました、えー、人数が増えたということも要因の一つだということなんですが、えーとあの、一方、予算を見ますと、平成26年から、えーまあ、来年度の解散要求はなんかすごく増やしてますけれども、それまではずっと、えー、1760万円ぐらいですか、でずっと横置きになっていますけれども、 これはあの当然、数字を置くときには、参加人数の想定というのは置いているはずですので、これ、何人を想定してやっておられます大塚大臣官房長。 お答えいたします桜見る会につきましては、まあ、これまでの考え方として、その準備、設営にその最低限必要となる経費ということを前提に、まあ、予算を計上し、今、委員ご紹介のような額で推移してまいりました、でその際の,その参加者数については、8000人というその数字であの必要なその所要の積み上げを行っているところでございます。委員長今井正人君 そうなんですねあの毎年8000人で推、えー、の予算立ててるんですけれども、平成26年から31年にかけて、えー、参加人数がですね、まあ、招待者あの参加人数のほうが1万3700、1万4700、1万6000、1万6500、1万7500、1万,万8200、右肩上がり、これが景気動向だったら非常にいいと思いますけれども。 右肩上がりでずっと増えているんですけれども、計画8000人に対してどうやどうしてこんなに右肩上がりに上がっていくんでしょうか。大塚大臣官房長、あのお答えいたします。あの本日あの開催要領もあのお付けをいただいてございますが、まああのこの後に招待範囲とございます。こういったあのさまざまな各界の の方々をその功績功労のあった方々として、幅広く招待しておりございまして、その取りまとめたその結果といたしまして、今ご紹介いただき、ご指摘いただきましたような参加者数等の数になっているところでございます今井正人君。そうなんですねあの8、じゃあそこでその上でちょっとお伺いしますけれども、8000人という数字を置いて、それで各省庁から、 あのまあ、推薦をもらうわけですけれども、この8000人っていう数字で置こうと思ったら、最初に各省庁ごとに割り当てをしないと、この数字では収まりませんね、でも最初に、このそれぞれの省庁から上げてくるときに、お宅はいくら、お宅は何人、お宅は何人って、こういうふうに分けているんでしょうか。大、ねね、大塚大臣官房長 あの各省からの,あの推薦者数等につきましては、これはあの、えー、全体の,その取りまとめ過程のプロセスにかかる話でございまして、あの従来からそのお答えをあの差し切えさせていただいているといよいよ今井和人君。すみません、私はなぜ人数がこれなり増えていってるかという原因を知りたいので、この質問をしているんですね。答えを控えるような話ではないと思いますけれども、もう一度お答えください。 大,塚大臣官房長各省庁別の推薦,の推薦あの数の内訳、これはやはりその、えー、取りまとめのプロセスに関わる部分でございまして、まあ、それを明らかにすることで、やはり取りまとめ事務への,あの支障というものがあの予想されますので、あの従来からお答えを差し控えさせていただいたといころでございます。今井雅人君 いやあのそれぞれの省庁、何人ずつですかっていう質問をすれば、今のお答えはある程度わかりますけれど、私が申し上げているのは、8000人っていう数字をまず作って、その数字にするためには、各省庁ごとの割り当てを積み上げていかなければ、この数字になりませんよね、当たり前の話じゃないですか、そういうちゃんと割り当てをしていらっしゃるかどうかということ、何人ですかと聞いていません。 そういう割り当てをしているかどうかってことを聞いているんです大塚大臣官房長。<laughs> あ,のあくまでもそのお割り当てをしているかどうかということにつきましても、全 <laughs>、えー、体の取りまとめに変わる話でございますので、<laughs> あの控えさせていただきたいと思います。 今井雅人君昨日あの部屋で質問取りをしていたときは、それはしてないっておっしゃってましたよ。してないから、こうやって数字が膨れてしまうんだというふうにおっしゃってましたけど、それは間違いですか。小塚大臣官房長 答えいたしますその数字が膨らんでいるというところにつきましては、あの先ほどお答えいたしましたとおり、それぞれの意見を踏まえて、取りまとめた結果として、こういった数字の推移になっているところでございます、はい、今井正人君。どうしてこんなに何も答えていただけないんでしょうね。 いや本当にこの質疑、を聞きりしていると、なんかやましいことだらけですとか、思えないですよ、だってその割、人数割り当て化しているかどうかなんて、なぜそんなのを秘密にしなきゃいけないんです詳細な割り当ての人数を聞いてるんじゃないんですから、じゃあ、逆にちょっとお伺いしますけど、ね、官房長、8000人にはどうやったら収め、ま、8000人に収めるためにはどうしたらいいんですか。 大大塚大臣官房長まあの予算上は確かに8000人という点で組んでおりますが、あの実際の、えー、いわばあの実績はあのご指摘のとおり、えー、かなりその予算もその人数も上回っているという状況でございますが、まあ、そこはあの上回った分につきましては、 え実際の,その内閣本部の同じ長費という目の中でまあ対応してございまして、そういった点からも、8000人という数字は予算の根拠にはなっておりますけれども、かといって今の,その現実の数字が何か、法律を問題があるような形の支出になっているかというと、そういうわけではございません。今井人人君これだけ人数も増ええー 予算を上回っているのにかかわらず、ずっと横置気にして、支出をそのまま共通費から出しているで人数の管理もちゃんとしている様子はないですね、これではやりたい放題じゃないですか、だから、17台もバスはどーって安倍晋三後援会の方が入ってこられるんじゃないんですか。 このことに対して、誰も否定してくれないんですよ、私はこのまでそんなことはありませんって否定していただきたいんですが、誰も否定してくれない、まあ、否定できないんでしょうけど。じゃあ、講演会の方、広くお呼びすることはですね、じゃあ、一般論でお伺いします、この開催要項にはの内容に抵触するかしないか、どちらですか。 大,塚大臣官房長あのそれぞれの方々、個人個人としての,その功績、まあ、功労に、えー、着目をして、 各省庁から等の意見を伺っているところでございますので、その今ご一緒の講演会のんということにつきまして、ちょっとどう考えるかということについては、あのちょっとそうした切り口からのお答えはちょっと持ち合わせございません今井理人君。それでは政府として、この講演会というのが、桜の会の参加するこの要綱に合致しているかどうか、ご見解を。 正式御見解をいいいたただきたいと思いますのでよろしくお願いします。大大塚大臣官房長あの繰り返しの意気でございますが、あの私ども、あくまでもその、えー、功績功労のあった方々という点に着目いたしまして、えー、各省庁の意見等を踏まえ、ご招待をしているものでございますので、その講演、えー、会云々ということはあの、その功績功労云々ということとは、 あの直接はあの結びつかないものと考えております今井正人君。それではあの、いろんな議員の皆さんが後援会の方と写真を撮って、えー、いろいろ挙げられているというのは、これはあ不適切ですね、官房としてはどう思われます、皆さんが後援会の方連れてきて写真を撮ってるっていうのをいろんなところで公表しておられますけれど、これは適切な行為ですか。 大,塚大臣官房長あの今その、ご紹介をされましたその、えー、投稿記事なり、写真というものがちょっとどういうものか、私自身も承知しておりませんが、まあ、あの一般論として申し上げれば、実際、あのえー、桜を見る会に参加をされて、いろんな方々と懇談をされ、そこで、まあ、その一環として、例えば写真を撮られるといったようなことは、あのそれはあの一つの光景として想定されるものと考えております。 委員長今井雅人君えと先週の金曜日の配布資料、あなたご覧になってないんですか、承知していませんって今、おっしゃいましたけど、あの配布資料はご覧になりました <laughs> 大塚大臣官房長。 お答えいたしますあの先週金曜日の,あの参議院予算委員会での,あの田村あの議員からの配布になった資料につきましては拝見をしております今井隆太君。ほら、承知してらっしゃるじゃないですか、なぜ承知してないとおっしゃるんです、拝見されてるじゃないですか、どうして承知してないとおっしゃるんですか、承知はしているけども、点々点ならいいですか。 なぜ承知してないと、嘘をおっしゃるんです大大塚大臣官房長あのあの私の今、手元の資料が間違いなければ、あの田村あの委員からの の中にありましたのは、羽生田文科大臣の確か、木村と思いますが、ちょっと先ほどすみません、先生が引用されましたものが、ちょっとこのものだったかどうかは、ちょっと正直、写真という、ちょっとちらっと私自身、ちょっと聞こえてしまったものですから、ちょっとそういう意味で、具体的にどのものを指していらっしゃるのかわからない、私も正直、そういったものをすべて目を通してわけではございませんので、確たることが申し上げない以上は、やはりそれは 先ほどのような答弁になったわけでございます委員長、はい、今井和人君えとそうしましたら、私が今、手元に持っているのをすべてお渡ししますから、それを受けて、正式な見解をいただけますか。大塚大臣官房長。そのいずれにいたしましても、先ほど申しましたように、その実際に参加された方々が、中で、 いろんな混雑をされる中で、例えば写真を撮られるといったようなことは、これは十分そのあり得るものと考えております。今井正人君。そうですね、えー。その中に講演会とかいろんなことが記述もありますので、それを渡しますから、先ほどから議論になりますけれども、講演会という位置づけについてしっかり政府としての講演会の方を参加させるということが。 政府のとして適切であるかどうかの見解をいただきたいと思います。大<上>大塚大臣官房長 あくまでも私ども、その功績功労があった方々をあの各省庁の意見も踏まえて幅広く招待するということでやっておりまして、あの今のようなお尋ねにつきましても、あの私ども、あくまでもその功績功労への着目というところだということを、まあ、繰り返しお答えすることになります。委員長今井正人君 えー、なかなかガードが固いんですけど、委員長、ぜひこの点もあの理事会で協議していただいて、正式な政府見解をいただきたいと思いますので、よろしくお願いしますあの党委員会は、地方創生に関するというふうなことで、大臣所信に対する今日は質疑でありますので、そこら辺も踏まえて、一応お話のことは理事会で協議をいたします。はい 今井君すみません、じゃ総務省に来ていただいてますので、政治資金規正法にちょっとお伺いしたいんですけれども、えーとお、議員の事務所がです、ね、パーティーを開いた場合、資金パーティーもありますけれども、通常の懇親会のようなパーティー、えー、こういうものを、えー、議員の後援会が開催をした場合は、政治資金規正法上です、ね、収支報告書に掲載義務があるかどうか教えてください。 赤松選挙部長。 お答え申し上げます総務省としては、個別の事案につきまして、具体的な事実質関係を承知する立場はございませんので、あくまで一般論としてのお答えということで、ご容赦を願いたいと存じます。政治資金法上の規定でございますけれども、政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、政治団体にかかるその年のすべての収入、支出および資産等の状況を記載した収支報告書を作成し、 都道府県の選挙管理委員会、または総務大臣に提出されしなければならないと規定されているところでございます今井若君えと。ちょっとよく分かんなかったんですが、後援会活動として、えー、そういう会を催していれば、当然、収支報告書に載ってなきゃいけないということだと思います。もももう一点ででですすけけけれれどど、まあ、これはは、えー、確認はできていませんあの証言があるだけですけれども えと前夜祭安倍、えー、桜の会の前夜祭での会費が5000円だったという証言があるそうです、私自身は確認しておりませんので、えー、ここで断定的なことは言えないんですけれども、あのお当日の会食の,あの食事をちょっと写真で見させていただきましたが、とても5000円でやれるのもじゃないなということで、えー、仮にその、まあ、これはすみません、また個別の事案には答えられないと思いますけれども、えー 飲食等で,です、ねえー、仮に、えー、政治家サイドがです、ね、資金を負担をしているということになると、これは公職選挙に,に抵触する可能性はあります馬、ね、松選挙部長。 答えを申し上げますまず、えー、政治団体の収支報告書への記載ということに関しましては、えー、政治団体にかかる収入あるいは収支であれば、それは記載していただく必要はございますし、収支でなければ当然記載する義務はないということがまず一つでございます。二点目でございますがあ、寄付禁止に関わるものでございますけれども、えー、公職選挙法上におきましてはあ、寄付についての規定ということがございまして、 寄付金銭、物品、その他財産上の利益の供与、または交付、その供与、交付の約束で、当費、回費、その債務の履行としてなされる以外のものが寄付であるというふうに規定をされておるところでございまして、また、公演団体の寄付と。 ということについて申し上げますと、法199条の5 1項におきまして、当該選挙区内にあるものに対しまして、まあ、一定の例外はあるわけでございますけれども、いかなる名義をもってするを問わず、寄付をしてはならないと規定されておるところでございます。いずれにしても個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断すべきものであると考えているところでございます。岩君、はい ありがとうございますこれからこの点についても明らかにしていかなきゃいけないと思いますが、一連のことに、安倍事務所がどれぐらい関わっていたかということが、ポイントだと思いますので、その点についてこれから明らかにしていきたいと思います。あと5分です最後に北村大臣にちょっとお伺いしたいんですが、先日の予算委員会のときにです、ね、国家戦略特区の決定プロセスの中で、分科会は物事を決める場所ではないと。 いうようよなお答えをされていましたが、その認識でよろしいですか。ちょっと止め,止めていただけません時<村>時間時間<臣> 村上地方創生推進事務局審議官。教訓さん、制度についてのお尋ねでございますので、ご回答させていただきます。分科会は、各区域会議が必要と定めたときに必要に応じ定められる、区域会議というのが区域計画の案を作りますが、その案を作るのを作業を補佐するために、各区域会議の判断で作られる場合があると、こういう正確な会議でございます委員長。うん、今井和人君私あの えと皆さんの売席を許可するときに、大臣に質問したことを答えないという前提で許可しましたが、なぜ手を挙げられましたか、いや、ちょっと今、ルール違反ですよ、そういう約束で今、やったじゃないですか。いや、まあいいです、すみません、じゃあちょっとよろしいですか、今、そういう場でないとおっしゃってましたけど、これですね、実は安倍総理はですね、 私がもともとワーキングチームのワーキンググループは決める場所だっていうふうに答弁されていたので、違うじゃないですかっておっしゃったら、こうおっしゃったんですね、えっ、ー、と、えー、こうです、民間人が決めていたことに変わりがないわけですから、その場がこの特区のワーキングではなくて、決めているのは分科会であり、分科会が決めているっておっしゃって、そして最終的に決めているのは、いわば諮問会議であると。同じところで北村大臣はですね、 分科会が決定することにはなっていませんって、答弁違うんですよ、総理と大臣が。それで、私はこれ、実は総理の方が合ってると思うんですけど、ここに今治市の分科会第2回っていうのが、あの議事録があります。加計学園のとこですね。ここの議事録読みますね。分科会です。 よろししいでしょうかそれでは、ご意見がないようでございますので、ただいま各方面からいただきましたご意見を踏まえまして、本日の分科会の結論といたしまして、えー、獣医学部の新設については、学校法人加計学園を構成員として認めて、特定事業の実施団主体として、区域計画案に位置づけるとともに、また、あー道の駅の設置者の民間活動として、この2つの事業について、 え次回の区会間に入って審議を行うことといたしたいと思いますが、よろしゅうございますかと、分科会としては、加計学園に決めましょうということで、決議しています、決議しています。獣医学部は加計学園で行きましょうって、分科会で決議をしています。大臣は決める場所じゃないとおっしゃいましたけど、実際は決めてますよ、間違ってらっしゃるんじゃないですか委員長北村国務大臣。 お答えいたします分科会は、各区域会議の下部組織として、必要に応じて設けられるものであることはご承知のとおりです。構成員は、区域会議同様、国、自治体、民間事業者であり、民間有識者はオブザーバーとして参加していても、一切決定権は持たないというものであります以上です。 今井正徳君、ご自分で全くとんちんかんな答弁されているの気がついてませんか。今違う質問に対しての答弁読まれてますよ。もう一回あの正しいやつを渡し私やってください。北村国務大臣、お答えいたします。重ねて恐縮でありますけれども、文化会は区域会議の 迅速かつ適切な意思決定に資するよう、閣議決定された国家戦略特別区域基本方針に基づきまして、各区域会議の下部組織として必要に応じ設けられるものである。また、重ねて分科会は、民間事業者、地方創生担当大臣、自治体の長を構成員として、 関係省庁やその推薦する専門家なども加わり、区域計画の迅速かつ適切な意思決定のために、その内容に関し、事前に集中的な検討を行う役割を有しております。民間有識者はオブザーバーとして参加していても、先ほども申し上げますように、一切決定権を持たない。以上です。 あの質問時間、経過していますの終わりますけれども、今、はい、今も全然答弁違ってらっしゃるし、あのちょっとこれ、今度また、えー、と別の場でやりますけれど質問に対してちゃんと答えられない方は、本当に大臣やっていらっしゃっていいのかって、私は今あの、質疑をしていて、本当に感じましたあの、この点については今後あの、しっかり議論させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしますあります。 次に。